落ち込んだりもしたけれど、私たちは元気です。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。なぜもこんなの。はい、マリオだ。マジュー、ここ。私は座ってるところです。ソファー。超大きな木。これどこで買いましたか？ニトリ。リミのセロリ。ね、リミのセロリちょっとでっかいね。うん。次。お人形二人。で、これね、ショボン。とくまさん。そう。次は、こっち。こっちはくまちゃん。これ何のくまちゃんだっけ？視聴者さんからいただいたくまちゃん。くまちゃんを飾りをして使ってます。で、こちら、クローゼットです。パパの。次、机。見て、プーさん用と。こ、プーさんだけ？うん。赤もプーさん。ね、この中にもプーさん入ってるよ。ほら。ぽーぽー。いっぱい入ってる。よいしょ。次、こっちは、ポッペイちゃんとかいろんなもの。これはこの紙コップ。これね、1年生のお祭りでリミが作った学校のお祭り。うん、何写真？何でもない。何かあったの？何でもない、何でもない、何？何でもない？何かあるの？ここは見ちゃいけないゾーン。違う、見ていい。あ、見ていいんだ。パカパパがポケとか動画撮ってる時に後ろからずっと顔出してね、あ、出してたな。分かんなかった。耳かきがあっちゃう。次、それ光る耳かきね。ピカー。次、運動会のシール、1,2,3,4,5,6,7,8、うん、一等賞とか。あ、どんどん下に貼ってくやつだね。しーちゃんが描いてくれた。あ、これしーちゃんの絵。4年生の1学期ぐらいで描いた絵。リミの似顔絵。やばこれ描いたのってさ、本当1学期の初めぐらい。次、ランプとパンケーキ。眩しい。二つあるんだね。うん。次、くまちゃんとプーさん。なんか書いてある。でっかいぬいぐるみ。中はプーさん。そう。はい、お守り。うん。マヤ。マヤあるけど。大吉ばっかり。うん。中吉も。大吉しか。ほら見て、大吉。見て。吉とか凶とかさ、あ、違う、吉はいいんだ。あの、この前学校でね、うん、吉はね、大吉の次がね、小吉の次がで、めちゃくちゃ揉めてた友達と。吉？小吉の次じゃない。いや、大吉の次だよ。そうなの？じゃ、先生にスマホで調べてもらったら、両方の意味があるって。吉の下が小吉？大吉、吉、小吉。大吉、吉、中吉、小吉。あ、そうなんだ。そうでしょ。吉はいい方だよ。へえ、知らなかった。悪い方もあるんだって。悪い方もある。うん、この中にはカメロン。パン。この子だけ特別なの。そう。次、こっち、こっちは普通の棚。うん。
なんか怪しいものが入ってる。こんな怪しい。あ、緑のカメロンパンが。カメロンパンじゃない、ただのメロンパン。次。ケイト。次、ケイト。ここブリシュレット。下は、本みたいなやつ。ノート？そう。じゃあスクイーズだなとね。そう、見て、イモムシが食べちゃってるよ。シーちゃんが多分描いた。そうなの？シーちゃん作った。友達からもらった。へえ、可愛いね。友達ほどだったんだけど。可愛いからもらっちゃったの？うん。次。こう。見て、自分で作ったの。なんか、漫才みたい。漫才って？あのお笑い芸人がつけてそう。つけるこれつけながら、はいどうもーって言うそうじゃない？ねえ、やりそう。次、カシュタネット。次、宝箱。ん？これ開けちゃダメ？中には何も入ってない。なんか宝物入れたらダイヤとか鍵しか入ってない。ダイヤ入ってない。マイクロのダイヤ。じゃあパパの写真入れといて。こっち、やだ。次、お絵かきセット。お、これ買ったばっかりだね。うん、鉛筆、なんだっけ、ボールペン、シャーペン、シャーペン、うん、ちゃんと消しゴムある。こっちは書くノートとかかな。そう、ちょっと鉛筆がある。高級3,000円以内。うわ、高。これ使えないね、なかなか。すぐしてきます。ちょっと噛んだね。しゃ、もしこだったらバンバン使う。でも飾りしか使ってた。ポーン。でも地方は本当に高級だったらそんな使っちゃ使わない。1万円とか？ 1 万円はさすがに買わない、まず。何万円だったか。え、100円だったら。これより終わり。あとカーテンでお正月。あ、カーテン、カーテンね。カーテンは青だよ。やっと青の買ったね。レミっぽいですね。あと見てください、リミとママで協力して貼ったんです。こちらパパだよ。パパか、パパとリミで協力して貼ったんです。見てて、かっこいいもん。コンセントはどこだ。ティックタック。パパのカメラのティックタック。正解はここでした。で、これいいね、隠れ、ちゃんと隠れたね。うん、よいしょ。以上。もう終わりかな。終わりかな。それじゃあグッバイ。以上、グッバイ。じゃあ次回は私の部屋を紹介します。地方編。地方編。しーちゃん、しーちゃんどうした？しーちゃん、しーちゃん。